はいどうも、シューティングでーす。ヒロトでーす。はいどうも、クレイジー P でーす。お願いします。お願いします。というわけで、引き続き、はい、ホテル内でグローブ撮影をしております、はい、今回は、良平ちゃんがね、埼玉に残ってまして、はい、P さんのグローブを、はい、撮影してきてと、そうですね指令をヒロトに渡しました。はい、渡されました。僕はヒロトが翔平 TV の初仕事として、はいね、P さんのグローブをレビューしていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まず1個目がこちらになります。バーン。オートスラッカーの L7S3 ですね。そう、スラッカーあんまり自分初心者なんですか。そうですね。はい。で、1個しか持ってなくて。はいはいはい。はい、この型の特徴として、まず面が広いですね。普通だったら多分、スラッカーさんって当て取りをするんですけども、指当てがついていて、あんまり強く押せないのかなっていう感じがしますね。で、本当に包み込むような手で、キャッチして素早く送球するっていう感じの型になります。こうやって押すっていうよりかは、本当に手でちゃんと押さえ込むっていう感じの型です。ピンさん的にはこだわりっていうのは？これですね、全くこだわりがなくて、実はこれ、そうでした。元相方って言ってたんじゃない？元相方。今も相方？YP。どうなんですかね。YP、まあ、ユーポンが元々持ってたグローブで、はい、めっちゃくちゃ汚かったんですよ、このグローブ。ありましたね。めっちゃボロボロで、めっちゃ汚くて、はい、全部紐ほどいて、はい、グローブバラバラにして、はい、グリス全部取って、お湯で洗剤で洗って、元に戻したグローブですね。はいはい、なんで、もう片付け自体もう今してなくて、そうです。使う時になったら片付けようと思ってるので、はい、中に当て側も入れてしまったので、ね、結構硬くなってる。ザッカーの割にはめちゃくちゃ硬いなっていう感じがしました。パンと取りたかったので当て側を入れさせてもらったっていうグローブですね、はい、このクリームと水色結構似合うじゃないですか、スラッカーさんって、うん、こういうグローブって太いなっていう印象が受けました。スラッカーには。2個目いきましょう。2個目がこちらになります。はい、じゃーん。はい、スラッカー、これは L7 ですね。L7 って結構でかいイメージがあるんですよ。多分スラッカーの中で一番でかいので、うん、意外と外野にも使えるのかなっていう感じがしますね。多分内野手っていうよりオールラウンドとして売られてる。そうですよね。この特徴としてはやっぱりこのウェブですよ。見てください、クレンジーピーかっこいいっすよね、これオリジナルウェブ。そう、かっこいい。プロみたいでしょ。はい。これなかなか見ないですからね。本当に見ないです。本当に見ないです。だってスラッガーさんこれ作れないですよ。作れないですよね、さすがに。これは別で。そうです、ウェブだけ違う会社で作ってもらったっていう感じですね。これのなんかオリジナルっていう感じがしますね。そうです、そういう会社で作ってるらしいですね。ウェブを作ってくれるところがあるので頼んでますね。はい、これも刺繍にも注目してほしいんですよ。これ、これクレイジー、ね、これです、クレイジー B。 ほんとかっこいいじゃないですか。そうです。これもデザインを入れてやってるんですよね。そうです、オリジナルロゴですね。かっこいいなぁ。いつかやってみたいですね。まあ、ただにヒロトってシンプルでもいいですよね。かっこいいと思う。かっこいいと思います。ラスト3個目いきます。で、3個目がこちらになります。はい、じゃーん。ラッカーの 25MS。 はい、サムホールドが付いてるタイプね。なんかよう分からん模様。これの S って書いてるんですけど、これですね、サムホールド。はい、で、この型の特徴としてはなんかこれも縦に長いような感じがします。もう掴む感じですね。掴み感じですね。配色がかっこいいですね、これ。やばいでしょ。やばいです、これ。こだわりがすごいですね、配色にも。ウェブが、ここにもクレイジー P、 そう、ロゴあるんですよ。ロゴがあるんですよ、オリジナルロゴ。そうですね、もうかっこよすぎる、これ。ジャパンって書いてある。それね、入れた意味はね、まあ、いつかは日本を取るぞっていう意味を込めてるんですよ。かっこよ、これは目標をグローブに入れるっていう、すごいですね、マジかっこいいです。他にはこだわりありますか？こだわりですか？刺繍で言うたら、実はここに Like TV っていうのが入ってるんですよ。 Like TV が入ってます、この。はい、YouTube マップ、はい、しっかり宣伝を入れていくっていう。痛い、痛い、痛い。そんな感じですね、はい、基本的にはもうかっこいいグローブっていうのを作ったりで作ったグローブです。はい、で、自分はちょっとスラッカーには、うん、前はちょっと当て取りとかシワがすごいとかってあったんですけど、うん、P さんのグローブ見てるとあんまりシワがなくて。そうですね、はい、結構当たりの部類でもあるし、シワが出んように引っ張りながら叩いてもらったりとか、結構考えながらやってもらってます。でもそういうショップってあんま少ないような感じがあるんですよ。そうですね、たまたまね、いいショップさんに巡る相手ね。ダイワスポーツ。ダイワスポーツです。本当に、はい、めちゃくちゃいいんで。めちゃくちゃいいショップです。今回は P さんのこの3つのスラッカーを紹介してみました。どれもデザインが全てかっこいいので、ぜひ皆さんもオーダーしてみてはいかがでしょうか。クレイジー P さんのチャンネルは概要欄に載せておくので、ぜひチェックしてください。本日の動画は以上になります。この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。
ショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。